はい、こんにちは。ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。今年ももう残りわずかあと数日になってしまいましたが、毎年恒例のですね、当店ブログのですね、今年1年の PV 数ランキングを発表していきたいと思います。今年2022年も大変お世話になりました。皆様のおかげでですね、なんとか、また今年も12月を、迎えることができました。まあもちろん商品買っていただくのも、大変ありがたい話ですし、今年は YouTube 動画をこうやって始めて、夏から、毎週金曜日に配信しますというのを宣言してですね、やってきましたが、それほど特にライブでやる必要もないのかなという気もしてきましたので、そういうネタがないときは、特にやらなくてもいいのかなという、それよりは製品発表になったその時にやった方が、皆さんはもう興味あるいいタイミングでご覧いただけるかなと思います。なので、2023年来年からはですね、適宜、YouTube 動画を配信していきたいなと思います。店頭もしくはまあ今今年はですね、テレワークも、割と多くてで、自宅で収録して配信させていただくってことも何回かやってますが、来年もこのスタイルでですね、続けていきたいと思いますので、YouTube の方もぜひお付き合いのほどよろしくお願いします。ブログの方はですね、今年もいろいろたくさんの記事を書かせていただいてます。店員ヨネッチと、私と、2人で二人三脚で、もうやらせていただいて、何年になるんだろう、もう8年か7年か8年ぐらいになるんですかね。あっという間になんか店員ヨネッチがベテランになってしまったような気がするんですけども、今もう記事の半分以上彼女が書いてますからね。ニュース関係は彼女がやって、私がレビュー記事関係を、主に担当させていただいていますが、そんな中で、今年はどんな記事が、呼ばれていたのか、ちょっとざっと振り返ってみたいなと思います。第10位から振り返っていきたいと思います。まず第10位は、レビュー、エクスペリア急速充電対応エシダプターXQZUC1 開封レポートの続きの話ということで、こちらがその商品でございます。今までというかですね、前使ってたエクスペリア XZ の、その時にはですね、クイックチャージ 3.0 という企画が、流行ってて、それで急速充電できるんだよということで、私もその時にエクスペリア XZ 買ったついでにですね、その辺の充電機器とか揃えてました。でそのままずっと使い続けてたんですけども、知らなかったんですが、エクスペリア1からはもう、USB PD という企画に、切り替わってて、クイックチャージ 3.0 はもう非対応になってるんですね。なのでクイックチャージ 3.0 の充電器こそが最速なんだと思って使ったらですね、全然そんなことはなかったと。今の、USB PD 時代に合わせて、そういった、AC アダプターを揃えるのが必要なんだなと。で調べてみると、 AC アダプターだけじゃなくて USB PD パワーデリバリーですね、これに対応したケーブルもないと、ちゃんとした急速充電ができないということが分かったので、それで、いいところに出てきたのがそのエクスペリアブランドで売ってる XQZUC1、 こちらの商品だったというレポートをしています。で、探してみるとカーショップとか行ってみるとですね、車のシガーライターソケットから充電するものに関しても今はもう USB PD という規格に、切り替わってきていて、それも僕知らなかったので、カーショップで、自家用車につける AC アダプターを買い替えたりとかしました。そんな話をここでさせてもらってるんですが、これが割と、どっかで検索エンジンに引っかかったんですかね、 PV 数を1年通じてずっと上がってまんまでいてくれたので、これでこちらの XQZ の UC1 も当店のベストヒット商品20にランクインするほどの人気商品になりました。そんな、第10位。そして、第9位がですね、エクスペリアプロアイユーザーから見たエクスペリア1-4マンマーク4のショールーム実機レポートということで、まだ当時、ソニーストアでですね、エクスペリア1-4のシームフリー機が出てなくて、まだキャリア版が発表になったばっかりだった時に、
一応見に、実機を見に行って、ショールームから実機のレポートをさせてもらっています。私が使っているのは Xperia Pro i の方なんですけども、これと比べてどこがそんなにいいのかなというのをレポートしています。画面輝度がちょっと明るくなっていたり、それと、今思えばですね、規格が新しくなってるんですね。Wi-Fi 6E という、今年は 6GHz 帯の、Wi-Fi が使えるように認可されて、で、秋口から、発売に、Wi-Fi ルーターが発売になってきています。それに、対応するのが、現行機種のバイオですね。バイオとか、あと、それと Xperia 1 Mark 4、あと、5 Mark 4。これが、今のところ私の知る限り、ソニーストアで、販売している製品の中で Wi-Fi 6E に対応している製品になります。バイオの方はもう対応が始まったんですが、Xperia はまだみたいですね。ファームウェアのアップデートでおそらく対応するようになると思うんですけども、それ待ちになっています。それと、来年なったらこちらも普及すると思うんですが、Bluetooth LE オーディオ。今までの、通話のための Bluetooth 規格だったものから、今度は音楽伝送をちゃんと考えた次世代の、新しい規格の Bluetooth というのが、それも今年の7月に策定されています。数ヶ月で製品が出てくるんじゃないかと言われてたんですが、今のところまだ見ていないですかね。LE オーディオの方が普及するようになると、1台のスマートフォンを、複数の人数で一緒に同時に音楽を聴くことができたりというような Bluetooth 規格になってます。こちらも来年になると普及が始まると思うんですが、1Mark 4だとそれに対応することができます。その辺がちょっと今思えば、プロアユーザーから見ると羨ましいなというところです。来年もしプロアイじゃなくてプロ2ですかね、プロアイマーク2ですかね、Xperia Pro の後継モデルが出てくるとしたら、おそらくそういった Wi-Fi 6E や LE オーディオに対応したモデルには出てくると思いますので、そういうのを登場を待って、買い替えるとちょうど2年ぐらい経つような感じですかね。スマートフォンの買い替え時期はだいたい 2,3 年っていう方が多いみたいなので、それを、待ちたいなと思います。はい、年間第8位レビュー、これは買い替えたくなるソニー新最強ワイヤレスイヤホン、リングバッズ S、開墾レポート、セーフリスニング機能対応で聴覚を守ろう。ということで、第8位は、こちら、リングバッズ S の、開墾レポート、発売された後のものですね。その記事が、第8位に入りました。すごい、これ今回、忖度なしでですね、本当に、うちのブログ PV で、ランキングを見てるんですけども、これだけ上位に入ってきてる商品っていうのはやっぱ、年間ヒットチャートの方でも上の方に来てるし、すごい出てますね。このセーフリスニング機能というのは、オーバーヘッドホンの WH-1000X Mark V の方に初搭載された機能で、累計で、音量の強い音量が、耳にかかった時に、それを累計でどれぐらいの時間、負担の負荷がかけてるのかというのを数値化して見せてくれる、そんな機能になってます。実際に私もこのリンクバッズ S を買って、今年使ってますけども、それほど僕ボリューム上げないで済むというか、ノイズキャンセリング機能がね、強力なノイズキャンセリング機能がついているので、それのおかげで、あまりボリュームを上げずに使うことができる。それなので、私の場合は、70デシベル以上になってくると、その危険というか、数値を積算で数え始めるんですけど、そこまで上げずに使えてるような印象です。ただ、映画ソフトとか、Netflix とか、ディズニープラスとかですね、ああいう動画ソフトの視聴の時には、知らず知らずのうちにボリュームを上げてしまうというか、音楽と違って平均して音量が高いわけじゃなくて、一部分だけ音量高かったりとか、いうのまで積算で数えてくれるので、すごく便利な機能だなと思います。今これが使えるのは WH-1000X Mark V と LinkBuds S だけなん、この2機種だけなんですけども、とても便利な機能だと思います。ぜひソニーさんこれ、まあ、今後で発売されるモデルはみんなこれついてくると思うんですけど、セーフリスニング機能ついてると安心して使えるかなと思います。はい、続いて、第7位です。第7位は、海外にて、
グラビア XR2022 年モデルラインナップ発表ということで、バーン、今年のモデル、グラビア XR をつなぐ X95K とか、あの Z9K などが、あと A95K ですね。これらのモデルが、今年ですね、今年の1月のセスでもうすでに発表になっていて、その記事が、第7位に年間入ってました。1月の記事なんですよ。で、ブログやってるとわかるんですけども、表示してる期間が長ければ長いほどやっぱ PV 数って増えるので、1月、2月、3月に出てる記事っていうのはすごく有利なんですね。12月になってから出た記事でランクインしてくるやつっていうのはかなり強力な PV 数を持っている記事になると思います。これも1月の記事なので、この後に実機のグラビア XR のレポートとかもしてるんですけど、そっちランクインしてくれた方がね、僕は嬉しいんですけども、最初のニュースで飛び込んできてしまいましたね。そして、こちらはですね、唯一、去年の記事になりますかね。年間6位、レビュー、ソニーのスタンダード完全ワイヤレス、WFC500 ということで、こちら、スタンダードクラスのワイヤレスイヤホンです。2021年発売のモデルになります。マスクが大全盛だった時に、ブルー、ピンク、ホワイト、ブラックで、ちょうどマスクの色になんか合ってるようなカラーのモデルで、カラー展開をしていて、すごく印象的なモデルでした。あんましこれを、なんていうノイズキャンセリングもついてないし、入門用のモデルになるので、レビュー記事自体がそれほど世の中に出回ってないのかもしれないですね。これも、検索エンジンでかかって見に来てくださる方が多くて、年間6位に入ってきました。コンスタントに毎月、PV 数多いなと思いながら見ていました。そして、年間5位。これはかなり強力ですね。5分でわかる最強ニューモデル α7R Mark5 進化ポイント解説、最強 AF システムとお得な購入方法のご案内ということで、こちらに α7R5 でございます。11月発売の新製品、ほかほかの商品になります。すごい、11月発表で年間5位にランクインするので、これがいかに注目を浴びてたかというものになりますね。これはまだ実機を私も触ってない段階で、プレスリリースの記事と、それと担当セールさんとか営業系の方から聞いてるお話をまとめて紹介しているような内容になっています。これも相当な PV 数を集めていました。はい、ワードさんありがとうございました。よいしょ。続いて第4位、第4位は Tips WF1000XM3 のバッテリー持ちが極端に悪くなった時の話ということで、もうすでに、1000XM4 が、主流になってしまっているので、その前のモデルですね、発売になったのこれは何年だ、2019年と2018年のモデルだったですかね。もう今見ると結構懐かしい。よいしょ。ちょっとこうやって大きめのモデルになります。で、これも、アップデートを繰り返していたモデルで、後からですね、イコライザー機能が使えるようになったりとかしたイヤホンになります。で、6時間のバッテリーの持ちというふうに歌ってるんですけども、これをDSE、アルティメイトかな、これは、をかけると半分の3時間ぐらいになりますよ、というふうなアナウンスをしてあって、通勤で片道1時間とか2時間の、通勤であればもう関係なく DSE、アルティメイトをつけて、使っちゃって、で、会社着いたらまたケース入れて充電しちゃえば全然問題ないんですけども、長時間、利用される方とかは飛行機の移動とかですね、そういった時は DSE アルティメットをこっちで切って使われるとも長く使えますよという案内をしていたんですが、そのイコライザーを使うと、なんと、最悪というか、45% ぐらいまで減ることがありますと、バッテリー寿命が。そうすると、当初6時間なのが3時間になり、3時間から、45% になるので、
80分ぐらいしか使えない、モデルになってしまう。この時は機能の掛け合わせをすると、そうやってバッテリー消費がすごく激しくなっちゃうというモデルになってました。今の 1000XM4 とかリンクバッズ S はそんなことはないんですけども、当時のこのモデルはそうだったんですね。ということに気づかせてくれたのは修理のお客さんで、40分しか使えないと。で、よくそうやって調べてみると、あの DSE、アルティメットとか、イコライザーを使ってると、まあ、あの充電状況によってはそれぐらいになるのかなって話したら、両方の機能を使ってないから修理で見てほしいということでお預かりしたんですが、まあ、修理に預けてみたら両方とも機能入ってましたという話だったので、それでお客様には納得していただきました。あの使い方次第で、長く使えます。80分切ってあの1時間ちょっとしか使えないとなると、バッテリーも下手ってんのかなって思われるかもしれませんけど、そんなことありません。あの機能を使い分ければ長く使えますので、高いヘッドホンですからぜひ長く使っていただきたいなと思います。さあ続いて年間第3位、ストーンズがソニーのワイヤレスイヤホンリングバッズ S の CM に登場。公開されている動画をチェックということで、これはどうだここだ、ヨネッチさんの記事ですな。すごかった。リンクバッド S 自体は、そう発表当初それほど、ヒットしなかったじゃないですけど、たくさんのオーダー入ってなかったんですが、このストーンズが出た瞬間から売り上げが急上昇で、あのプレスリリースの時よりも、発表になった日が売れたという、もあのストーンズの威力を思い知る商品というかプロモーションでした。メーカーさんからこういったポスター店頭に送られてくるんですけども、これもなんかラミネート加工じゃないんですけど、ツルツル の光沢されているポスターになってて、いつものポスターともう全然気合が違います。秋になってから第2弾のプロモーションが始まりましたが、それもあのこういったあのポスターで来てるんですね。すごい大ヒットのリンクバッズ S、 当店の人気 PV では、あ、人気商品ベスト第1位に今年は輝きましたけども、ストーンズの威力はすごかったなと思わされる年間第3位でした。この記事今でも、昨日もね1位だったかな、にあの1日集計でしていくと。さあそして年間第2位です。第2位、これも Tips、ワイヤレスヘッドホン WF1000XM4 の電池を長持ちさせるための注意点ということで、なんかイヤホンの話が続きますが、 WF1000XM4、 こちらは、去年の夏発売になったモデルですね。で、発売からもう1年半経つんですけども、あのネットでも、話題になってるのがなってるのを目にしたことあると思いますけども、片方だけバッテリーの減りが早くなるという話が出て、うちのお店にも修理で何人かのお客様がお持ちになっています。で、見てみると本当に極端な減り方をしてて、片っぽはまだ 95% とかあるのに、片っぽは 1% 2% で、それが左だけが起こるとかではなくて、左も右も両方で起こり得る、そんな症状がありました。で、修理から帰ってきた時に中身をチェックしてたらですね、ちょっと見たことのない注意書きが書いてあって、ワイヤレスチャージこれ対応してるんですね。それに、こういうワイヤレスチャージをした時に、熱が出ると。でシリコンケースとかっていうのも、まあ、Amazon とかで見てるとよく発売されて、本体のケースを傷から守るっていうことでシリコンケースをかぶせるんですけども、そのシリコンケースのおかげで中の放熱がうまくいかなくなって熱が上がってしまうんですね、特にワイヤレスチャージしてる時に。それを、うちの方でも実験してみて、確かに温度の上がり方が極端に上がるのと、温度が上がった時にですね、充電を緩やかなスピードにしてはくれるんですけども、充電を続けてて、それで発熱してるのかなというのが分かりました。そういった注意書きがありますよという案内をしたところですね、これも、記事にしたのは10月とか、後半の方だったんですけども、ユーザーさんがこのモデル多いので、それで PV 数がすごい増えたんだと思います。年間2位になりました。でその後ファームウェアのアップデートがあって、今はもう充電の
なんだろう、ロジックをちょっと変えてるんだと思うんですけど、熱が上がるとイヤホン本体への充電をストップさせてしまうようなことをやっていて、それで、もうそういう発熱による危険を低減させるようなプログラムを積んでるみたいで、今修理出してもその時の注意書きみたいなのも入ってこなくなっています。さあ、そして最後、年間第1位レビュー、つけていることを忘れる完全ワイヤレスリンクバッズ実機レビューレポートということで、こちらの記事の方は、あ、こちらの記事の PV 数の方の第1位はアナーキーイヤホンのリンクバッズになりました。これは2月に発表になったのかな、これもプレスリリースになった直後は、ん、アナーキーイヤホンなんだこれということで、まあ、あのポツポツとオーダーはいただいてたんですけども、それほど大爆発ではなかったのが、夜になってワールドビジネスサテライトですね、テレビ東京さんの、こちらの放送があった瞬間からうちのホームページの PV 数が爆上がりしてですね、オーダーも殺到してきたという伝説の商品です。まあ、あのこうやって穴が開いてるので、これをこうはめて、なんていうんだろう、外音をそのまま聞くような感じですね。そういう使い方をします。で、耳をフックにこうやって引っ掛けるような感じで使うんですが、よし、まあ大体の多くの人の耳にはうまくはまるんですけど、僕の耳はですね、どうも右の方だけうまくはまんなくて、5種類のイヤハンガーが入ってるんですけど、どれを合わせても引っかからなくてっていう人がメーカーさんに聞いたら、たまにそういう方もいらっしゃいますということだったので、僕は当たらなかった人だったんですね。それにでもほとんどの人がまあそうやって過不足なく普通に使えてるみたいで、まあそれをチェックするためのかけ方にちょっとコツがあるので、それを教えするためのこういう耳型とかまで当時の担当セールスの青柳さんが用意してくれて、これで店頭で説明ご案内をしたりとかしていました。これに、なんだろう、ジャイロ機能とかもついていて、銀座の街で今でもやってるのかな、YOASOBI の、方の楽曲を聴きながら、ストーリーを楽しむなんていう旅を作ってくれていたりして、僕もこれで楽しませてもらってきました。ランニングするときも、外れなければね、外の音かなり聞けるので、すごくいいと思うんですけども、それが、まあ、今年の PV 数第1位の記事になりました。以上、当店ブログの PV 数ランキングでした。年間ランキングでした。2022年もありがとうございました。また2023年、来年もですね、頑張って営業していきます。ソニーストアさん、ソニーさんの製品を一生懸命紹介させていただきたいと思いますので、ぜひ、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。では皆さん、良いお年を。